皆さんご機嫌いかがですか？車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、DJ の藤本エミリです。今日も30分間、私と楽しい車の話題で盛り上がっていきましょう。今回のザ・モーター・ウィークリーは、エミリと学ぼう、次世代エコカーの最新事情と題してお送りします。コメンテーターは、自動車評論家で日本 EV クラブ代表の立内忠さんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。立内さんは日本 EV クラブを設立されて、はい、そしてエコカーの普及活動に対して環境大臣表彰も受けていらっしゃるという、はい、そうなんです。ありがたいですね。すごい方で、はい、もう今日はですね、まさに第一人者の先生が来てくださって、直接私を教えてもらえるということで、いや贅沢だなと思ってます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございますで、私、立内さんにお会いしたいなってずっと思ってたんですが、あるエピソードを伺って、さらにその思いが強くなりまして、なんか立内さん、92年ですか？ F1 日本グランプリを見るために、東京から鈴鹿まで470キロの距離を徒歩で行かれたっていう話を聞いたんですけど、これ本当ですか？本当なんです。本当なんですか？ 2週間。2週間、1日多い時45キロぐらい歩いてましたね。いえー。足のね、裏に豆ができるんですよ。その豆のね、中にまた豆ができる。ダブルで。ダブルで。そこまでしてでも、どうしてこの徒歩で行こうと思ったんですか？自動車評論に僕、その当時行き詰まってましてね。っていうのは環境問題がすごく問題になってましてね。今のままでいいのか。それでこれはね、原点に帰ろうと、動くことのね。で、動くことの原点は歩くことだと。うん、で、僕は F1 が大好きで、はい、77年には F1 のチーフエンジニアもやったんですけど、はい、だったらば歩いたら鈴鹿だということで、F1 の予選が始まるときに東京から歩いて着くっていう、そういうことを考えたんです。で、その代わりね、国道1号で、はい、排ガスにまみれて歩きました。あ、そうだったんですね。逃げるなと。いや、なんかお話聞いた時は本当にどんな方なんだろうなとちょっと思ったんですけど、いやいや考えてみると、それって究極のエコだよなんていうようなね、感じもありますけど、今日は本当にエコカーのお話、ぜひよろしくお願いいたします。ザ・モーター・ウィークリーでは皆さんからのメッセージ募集中です。メールアドレスは mw@interfm.jp、mw@interfm.jp です。番組の感想はもちろん、こんな車を特集してほしいなど、何でも結構です。お待ちしています。私、C3PO と申します。おい、R2、どこか出かけますか？え？こいつに乗ってそんなに遠くまで？この乗り物だって私たちと同じ。電池が切れたら動きませんよ。大丈夫なの？それは電池が切れてもハイブリッドで走るプリウス PHV。 プリウス PHV は全てのトヨタのお店へ。お気に入りのアナログ版、書き味絶妙な万年筆、とことんこだわる俺が出会ったカーナビ、フィット、セレナ、ステップワゴンに美しくジャストフィット、高画質8インチ大型液晶を搭載、専用アプリでスマホにもつながる、パナソニックストラーダ L シリーズ。小さいのにサクサク走る気持ちのいい乗り物ができました。軽自動車は走らないという思い込みをこの1台が変えていきます。ニューネクスト日本乗り物、プレミアムな軽 N1 誕生、ホンダ。今回は次世代エコカーの最新事情と題してお送りします。改めまして立内さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。エコカー。昨年の新車販売台数の1位も、やっぱりプリウスでしたけれども、その初代のプリウスが登場して、もう今15年経ってるんですよね。で、なんかそんなお話を聞くと、今やハイブリッドカーは世間でもすっかりお馴染みだなっていう風な感じを受けるんですが。定着しましたね。普通になりましたね。はい。なんか私が普通に女友達と話していても、女の子でもハイブリッドカーって言えば、あーってわかるような感じ。ただ、エコカーってハイブリッドカーだけではないですよね。そうなんですよ。すごくいろんな種類があるっていう話を聞いて、それでね、いろんな方にね相談を受けるんですよ。どういうエコカーを選んだらいいですか。はい、それが一つと、はい、今後エコカーってどうなっていくんですか、はい、いう質問をね、相談を受けますね。私もですね、その2つをぜひ今日教えていただければなと、はい、その通りなんですが思ってました。はい。はい。まず、そのハイブリッドカーの次に、このエコカーが来るんじゃないかな、これ注目なんだなっていうのは、竹内さんどうですか？やっぱり電気自動車ですか？そうですね。まあ電気自動車はいずれ来るんですけども、はい、何がね、エコカーを推進してるのか、エコカーになぜ変わっていくのかということがユーザーの皆さんもう一つ疑問なんじゃないかなと思うんですね。今のままで何も困らないよっていうね、僕エンジン車乗ってるけどそれでいいよっていうところがですね、やっぱり CO2 の問題で地球温暖化が進んでると言われてます、はい、もう一つはですね、今後途上国はどんどん自動車が増えて石油の消費量が増えるので、2020年ぐらいになると需給がすごく逼迫すると、はい、ですからガソリンの消費量を減らすか、あるいはガソリンじゃない石油じゃないエネルギーで動くような自動車を生産していかないと、世界のモータリゼーションがねうまく回っていかないっていう、すごくね今ね岐路に立たされてるんです。ですからエコカーが必要なんですね。切実な問題としても必要なものなんですよね、はい、エコカーっていうのは、はい、となると、じゃあ今そのどんな次世代エコカーっていうのがあるのかなって気になるんですけど、はい、エンジンを小さくしてターボチャージャーをつける、で出力は同じように保ってる、これダウンサイジングっていうんですけど、はい、しばらくはエンジンが主流です。ここにハイブリッドが加わってきてる。日本は早かったですけどね、はい、いう構造の中で、さらに充電できるハイブリッドね。充電できるハイブリッド。あるいは、はい、エンジン持ってる電気自動車って言ってもいいんですけど、PHV、PHEV というのが次に来る。はい。で、最終的には電気自動車か燃料電池車だと言われてます。これは2020年ぐらいから大きく動くんではないかなと。2020年から。はい。まあそう考えると、これからどんどん面白くなっていくのかなっていう気もするんですけど。そうですね。カーメーカーは大変。から僕ら買う方もユーザーも何選んでいいか大変。スリリングであり、興味深い展開が始まると思います。今もう立内さんのお話を伺ってて、燃料電池車とか、はい、あと燃料を石油から変えて、はい、違うものに代替する車とか、はいはい、どんなものなんだろうって、もうすでに興味がすごく湧いてるんですけど。そうですよね。はい、前向きに捉えていただければ、素晴らしい自動車の世界がこれから始まるんです。ただ、これから次世代のエコカーといっていろんなものが出てくる中で、いいところもあれば悪いところもある。やっぱりそれぞれにそういったものっていうのはあるんですよね。ありますね。例えば最初はエンジン車をすごく改良して、はい、ダウンサイジングしていくんですけど、これはやはりね CO2 排出量がそれほど減らない。だから地球温暖化の問題がまだ残ってる。はい、それから、石油で走らざるを得ない。ですから石油需給が逼迫して供給がちょっと不安定になると、今までのように自由には使えなくなるという弱点を持ってますね。一方でハイブリッド、それからプラグインハイブリッドはまだ少々価格が高いですかね。から電気自動車に関してはですね、まだ航続距離が十分ではない、はい、と思っている人が多いんですね。やっと思ってました。今まさにと聞いてましたし。これ使ってみるとね、使い方によっては今でも十分なんですけどね。ただ今までのガソリン車と同じように使おうとすると、航続距離が短い、はい、それから充電のスタンドが少ない、はい、っていう2つの問題を抱えてます。さらに燃料電池車になりますとね、燃料は水素なんです。燃料が水素、はい、で究極のエコカーと言われてるんですが、水素をどうやって作るんだと。これ掘っても水素は出てこないです。そうですよね。水素をどうやって作るのかという問題と、その水素をこうどうやってデリバリーするんだ。から水槽スタンドをどうやって作るんだという大変大きい問題を抱えてるんですね。なるほど、水素のステーションとかを作らなくちゃいけないという、はい、だから国家が本当に決意して新幹線を作るみたいなね、そういう覚悟をして大きな投資をしないと燃料電池車は走れない、そうかという問題を抱えてます、それぞれ。はい、今ちょっとお話を伺ってて PHV っていうのは、そもそもハイブリッド車っていう考えでいいんですか、先生。2つ考え方があってね、電気で走れるハイブリッド車っていう考え方も一つあるわけです。電気で走れるハイブリッド車、はい、はいはい、もう一つは電気自動車にエンジンをつけた車っていう。あ、電気自動車ってエンジンついてないじゃないですか、はい、そこにエンジンをつけて、で電気自動車の走れる距離を長くしたというふうな2つの見方があります。 PHV に関して2つの見方がある、はい、そうですね、はい、そうなんですね、はい、で先生さらにその PHEV っていうのもね、はい、最近出てきちゃいましたよね。これがね混乱してるんですけどね、そうすごいわからないんですが PHV という言い方と、はい、PHEV という言い方があって、でもね中身はほぼ同じです。英語で言えばね、プラグインハイブリッド。プラグインハイブリッド、はい、そもそものそのプラグインハイブリッドの目的っていうのは電気自動車だけども、遠出もできるよっていうことですか。その通りです、その通りです。三菱自動車が出しました、はい、アウトランダー PHEV、はい、これは PHEV と呼ぶんですが、それは自分でもね充電しちゃうんですよ。自分で充電、すごいですよね。車ですよね。はい、ですよね。車が自分で充電しちゃう。それで、ですから電池がなくなることはないんです。ああ、ちょっと待ってください。今車ですよね。そして電池がなくなることがないっていう、はい、またすごいお言葉が出ましたけれども、ちょっと後半でですね、はい、立内先生ゆっくりそのお話も教えていただければ、はい、と思います。私、C3PO と申します。おい、R2、どこか出かけますか？え？こいつに乗ってそんなに遠くまで？この乗り物だって私たちと同じ。電池が切れたら動きませんよ。大丈夫なの？それは電池が切れてもハイブリッドで走るプリウス PHV。プリウス PHV はすべてのトヨタのお店へ。小さいのにサクサク走る気持ちのいい乗り物ができました。軽自動車は走らないという思い込みをこの1台が変えていきます。ニューネクスト日本乗り物、プレミアムな軽 N1 誕生ホンダ。進化はナビゲーションを変える。洗練されたデザインと充実の機能、パナソニックのカーナビゲーションストラーダならスマホアプリココイコを使ってリアルタイムに検索したスポットを Bluetooth で一発送信、あとはナビにお任せ。パナソニックストラーダ、スマートに走る未来へ。 The Motor Weekly。 さあ今回は次世代横カーの最新事情と題してお送りしています。先生は立内忠さんです。よろしくお願いいたします。先ほどアウトランダー PHEV の話が出ましたけど、はい、なんだかすごい車だなっていうのは、もうこの車が発表された時から結構周りでも話題になっていて。そうですか。はい、はい、私の友達とか私もそうだったんですけど、まず燃費がリッター67キロっていう数字がこう出てたじゃないですか、ニュースとかで。で、それにもうガツンと食いついちゃって、どんな車なのって、何なのそれっていう話になりました。すっごい気になりました。ハイブリッドの平均燃費ってリッター30キロちょっとぐらいですから、はい。それより2倍いいんですよね。燃料は2分の1で済んでしまう。これは脅威ですよね。いやーもう意味がわからなかったです。本当に、はい、どんなシステムなのかなと思って。はい。基本的にはですね、ハイブリッド車って実は電池を持ってるんですけど、はい、その電池の量が多いんですね。電池の量が5倍、6倍ぐらいの量を持ってるんです。うん、なので、電池だけで走れる距離が長いんです、はい、でこのアウトランダー PHEV の場合はですね 60.2 キロ、これは JC08 っていうそのモードで走った時ですけどね、はい、これでね 60.2 キロも電池だけで走れちゃうんです。あれ、それはあれですよね、プリウス PHV と比べたら3倍ぐらいですね。はい、すごい距離ですよね。そうですね。それで日本の平均的な1日の走行距離は、はい、ユーザーの皆さんね、これトラックとかは別ですよ、20キロから30キロなんです。うん、ということはこの、アウトランダー PHEV ですと全く日常的には EV だけで済んでしまうんですね。そうですよね、ってことはこれ EV 走行だけでいいじゃないですか、はい、十分できますよね、はい、にもかかわらずエンジンがついてて、でモーターはもちろん前後に、これは4駆ですから前後に2つモーターがついてる、うん、なんで EV なのにエンジンがついてるの、発電機もついてるの、うん、実はこの車はですね、エンジンで車がですね自分の電池に充電しちゃうんです。ですから走ってて、はい、電池が少なくなってくるとエンジンで充電し始めるんですね、はい、でそれ以外にもご家庭の電気のコンセントからも充電できるし、うん、街の中の急速充電スタンドからも充電できるんです、はい、だからもう電池の電気に関して困ることはまずない。すごいですね。遠出 OK、 どこまでも行ける、ね、ただしガソリンがあればね、はい、ガソリンがあるまではどこまでも行ける。じゃあどのくらい走れるのかというと、うん、気になります。航続可能距離、この JC08 モードで897キロメートル。97、はい、約、900キロ、はい、900キロメートルね。どこでも行けるじゃないですか。行けますね。これエンジン車と同等かそれ以上ですけどね。なので大変に人気が高くなってるんだろうと思います。で価格もそんなに高くないんですね。そう、価格がですね、はい、なんか私ちょっと調べたら、実質的には300万を切るっていうふうに聞いたんですけど、これは補助金とかがいろいろあって、もう300万切っちゃうってことなんですか？はい、そうですね、いろいろなグレードがありますから、全部は言えないんですけど、はい、補助金がですね、43万円つくんですよ。それで計算すると、一番安い車はですね、285万円ぐらいで買えるんですね。285万。はい。そうするとハイブリッドの高い車種とイコールかなということですから、これ人気にならなければ逆に不思議だなと。はい。じゃあ結構周りのメーカーさんも焦ってきちゃうというか。焦ってるんでしょうね。三菱からアウトランダー PHEV が出ることは去年からもう知られてましたから、はい、そのことには驚かなかったんですけど、価格の安さはねびっくりしたと思います。でなぜこんなに安く出せたかっていうと、リチウムイオン電池が安くなったからなんです。はい、電池自体が安くなった、はい、そこが一番大きいですね。車両価格が安くなったの。EV が電気自動車が高いのも電池が高いから高いんです、はい、ですから電池の値段が下がったら電気自動車の値段は場合によってはエンジン車よりも安くなっちゃうんです。じゃあこれからもっともっと電池の値段が安くなったら、はい、もっともっと安くなってくるという、はいはい、そうです。そればかりじゃなくてね、この PHEV は自宅でも充電できるじゃないですか、はい、で 60.2 キロ走れるわけでしょ。60.2 キロ自宅で深夜電力契約ですとね、うん、60円なんです。60円。60円。60円なんです。 笑ってしまいますね。だから一月の多分電気代、燃料代がね、はい、500円ぐらいじゃないですかね。500キロぐらい走る人はね、500キロ走る人で500円、で今ガソリン価格がどんどん上がってますね、はい、でこれは下がることは、これは僕の個人的な意見ですけど、うん、下がることはまずない、うん、でこれからもまだ上がっていくと思いますからね。そうするとエンジン車との維持費がね、この PHEV との差がどんどんついていくんですね、はい、だから上手に電気モードだけで PHEV を走らせるとですね、大変に経済的だと。エコロジーでもあり、エコノミーでもあると。で日常生活で全く支障がない車ということになりますね。なんか本当にすごい車ですね。うん、なかなかそういった、じゃあ実際に買ってみてお家で充電しようちょっとそれもなかなか難しいっていう時は、もちろん三菱とかディーラーさんに行けばあるわけじゃないですか、はい、そこに急速充電器が、ね、急速充電器がこれですとね、20分ぐらいで 80% ぐらい、満充電のね、はい、80% ぐらいは充電できちゃいますから、あっという間ですよね。うん、SUV なのにって思っちゃいますけどね。はい、そんなに短時間でできるんですね。はいはい、アウトランダー PHEV ってユニークなシステムも新しい技術もすごい搭載されていて、はい、なんかその電力を蓄えて、で行った先、例えばじゃあキャンプとか遊びに行った先でその電力を使うことができるっていうふうに聞いたんですけど、はい、今ね、ビークルツーホームとかね、はい、いう考え方があって、ビークルツーホーム、車から家へと。で電気自動車あるいは PHEV は家から充電するでしょ。家で充電しますね。これはホームから自動車に電気が流れる、エネルギーが流れる。一方でなんか災害があって送電網が切れちゃったと、停電しちゃった場合には、今度は車から家に電気を送れるんですよ。あ、車、そうか、はい、車から家にも送れるんですね。はい、で電池を持ってますから、はい、この電池をから電気を引っ張り出してですね、うん、で家のコンセントで今までと同じようにテレビをつけたり、うん、それからあと明かりをつけたりですね、満充電になってれば2日ぐらいは使えると思いますよ。あ、そんなに使えるんですね。で電気の普及が一番災害時早いですから、はい、まあ、3日と言われてますからね、うん、なんとかその場で電気がないくて困っちゃうということは、アウトランダー PHEV をお持ちで、まあ、普通の EV でもできますよ、もちろんこれは、はい、でお持ちでガソリンもあってですね、で満充電になってれば、それはすごいですね。で今都道府県が、各自治体がですね、災害時の自動車をどう確保するか、はい、東北の大震災で困ったのはガソリン供給が止まっちゃったんですね。スタンドが壊れた、配送のタンクローリーが来ないということで、その中で実は電気自動車は大活躍したんですね。ということで災害時を考えて電気自動車の導入を図ろうと、はい、自治体が今してます。でここにですね、ガソリンでも走れる PHEV が来るともっと心強いじゃないですか。はい、だから非常にね今各自治体がですね、このアウトランダー PHEV 注目してるんですよ。県に何台、10台とかね、市に3台とかね、はい、いうことがこれから配置されるようになると思いますね。じゃあ今やっぱりその次世代のエコカーの中で、このアウトランダーの PHEV っていうのはもう一歩ちょっと上に行っている車なんですかね。はいはい、最先端で非常に使いやすくて注目すべきエコカーだと思いますね。はあ、じゃあこれからこういった車がどんどん出てくるかもしれない。はい、はい、なんかそれもすごく楽しみだなと思いました。はい、いやーでも本当に今日びっくりしました。まず自分で発電する車って聞いて、どんな車ってどういうことって思ったんですけど、お話聞いて自分で発電もして充電もしてずっと走れる車ってことですよね。そうですね。で走ってみてね、まず感じるのは静か。うんでね、エンジンがかかってもね、これまた静かなんですよ。それからもう一つはね、加速がいいですね。あ、非常に力強く、はい、エンジンでも加速しますし、モーターでも加速しますしね、これすごくいい。もう一つはですね、走ってる時に電池のメモリがあるんですね。はい、電池のメモリがどんどん減ってきて、あれあれあれと思ってて30分もするとですね、元に戻ってるの。あ、元に戻る。そう、走りながらね、エンジンに力が余ってると充電しちゃうんですよ。はい、あ、そうか、だから減っても戻る、また満充電になって、ちょっとガソリン車だと考えられない状況ですよね。だからいつでも電気で走れる。だそのまま上手にキャンピングサイトに着けばね、その電気で電気釜でご飯も炊けるし、コーヒーも飲めるしですね、ってことになりますからね。そうですよね。夢の車の一台ですね。もうまさに今日話聞いて夢の車だなって、はい、なんか改めて思いました。はい、立内さん、本当にいろいろお話詳しくありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。はいはい、今日の収録オフショット写真などは番組ブログに掲載していますので、ぜひチェックしてください。さて、インター FM でお楽しみいただいていますザ・モーター・ウィークリーですが、3月いっぱいでお別れとなります。残りあと2回です。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。さあ、来週はジュネーブ賞についてお届けします。エコカーあり、スーパーカーあり、間もなく発売の新型車をたくさん見られるジュネーブ賞。ゲストのピーター・ライオンさんが取材したてほやほやのお話を聞かせてくれます。お楽しみに。ザ・モーター・ウィークリー、お相手は藤本エミリでした。また来週。